ウルサン広域市長ウルサン広域市は大韓民国南東部に位置する広域市。1997年7月15日に広域市に昇格する前は京商南道に属していた。市のスローガンはウール村ユ有。日本海に面し、富山広域市から北へ 70km 離れている。区の部分は工業都市、軍の部分は農村も存在する典型的な都市。 農村の複合都市になっている。郊外の宇津州郡は山岳地帯から海まで広がり、1000メートル以上の高い山がある一方、海水浴場もあるなど起伏に富んでいる。山間時代には新館に属して、西南部地域には牛川根山国があった。中部地域には靴輪日村が形成されている。白木時代には中部地域の靴輪科県と西部地域の伊、地下県。 西南部地域の宇歌県、東北部地域の立浦県、南部地域の生西領軍があった。統一白木時代の757年に、靴岡県が川野県に、居地下県が陽県に、宇歌県が恐れ風県に、立浦県が東津県にそれぞれ解消された。高麗時代には940年に川野、東津、恐れ風の3県を統合して、京礼府に昇格した。 九百九十五年に全国を四百九十九県に分割する地方行政区域改編を断行、京礼府を京化県に格下げして、別号を鶴城とし、千十八年に京化県に要件、基調県、東来県を統合して、宇津州に改編、百四十三年に要件が非故要件に解消した上で集県に昇格、千三百四年に基調県が 領州に編入している。李氏朝鮮時代には1405年に東来県が中県に昇格。1413年に宇津州をウルサン軍に改称して初めてウルサンという称号が登場するようになった。ウルサン港域式宅塩浦堂に1426年から1509年まで塩浦和館が設置され、中世の三浦和館の一つであった。 ウルサン旧市街から湾を隔てた南岸にあり、現代自動車工場敷地となっている。当時は、ウルサン旧市街に置かれたウルサン軍と継承、佐藤平和節土市の管轄下にあった。1494年には、約150人の日本人が住み、1509年の三浦の乱によって閉鎖された。文禄の役で、1593年、現在の市の南部の海岸近くに、 加藤清正により西西浦和城が築かれた。慶長の役では、1597年に、現在の市の中心部に、ウルサン大和城が、朝野吉ながらにより築かれる。追記はもなく朝鮮明連合軍が大勢をもって、東城を包囲したが、日本側は撃退に成功した。1598年には、ウルサン軍に、彦要件を統合して、 ウルサントゴフに昇格した。1612年にヒコ用権を再び分離した。1895年全国を23府と336軍に改変したのに伴って、ウルサントゴフをウルサン軍にヒコ用権をヒコ用軍に改称した。1910年からの日本統治時代には工業都市、捕鯨基地として繁栄し、1914年府、軍を整理。 配合する地方制度改変の時飛行軍をウルサン軍に統合した。1931年にはウルサン面がウルサン優に昇格した。1937年にはホウウオズ面が型ウオズ優に昇格している。大韓民国成立後、1950年に勃発した朝鮮戦争の時、開戦から3ヶ月後の9月10日に北朝鮮軍が ウルサン付近まで迫った。朝鮮戦争終結後も、国内有数の工業都市として発展し、1962年には、ウルサン有、宝ウオズ有、大面、下久市面の全地域と、青両面の土佐館座と、盆二面のムサ、着母座と、農所面の松亭、花盆座とが、ウルサン特定工業地区に指定、交付された。特定工業地区は、 その後、ウルサン市に昇格、残り十三個面は、宇津州軍に改称された。1八十五年、ウルサン市に、区政が実施されて、中区と南区を設置し、1八十八年から、ウオズ市長所が東区に昇格した。1九十一年、宇津州軍を、ウルサン軍に改称した。1九十五年、ウルサン市、軍を、ウルサン市に統合し、ウルサン軍を、 宇宙区に改変した。1997年ウルサン広域市に昇格。北区が新設され、宇宙区が宇宙軍にまた軍されて4区1軍体制になった。2002年に行われた日韓共賽の FIFA ワールドカップの開催地となり、ウルサンモンジュサッカー競技場で、ブラジル対トルコ戦、アメリカ対ドイツ戦など3試合を開催した。漁業は、 捕鯨が盛んなことで知られており、芸肉料理も多種多様。特に、これちげは、唐辛子味噌を使った地味豊かな健康料理として有名である。ウルさんの市街地風景読みと、各種表記は、大韓民国の地方行政区画を参照。現代自動車のお膝元であり、自動車の生産口で、大韓民国一位である。 現代オーラ造船や現代重工業など現代グループの企業城下町でもある。また海岸沿いに韓国最大の石油コンビナートが広がり、工業都市の様相を示している。特に造船に関しては、長らく地域経済をリードする業種であり、ウルサンを9年連続で1人当たりの所得が、韓国一致の都市に押し上げる原動力となっていた。 しかしながら2010年代において造船業は、長落傾向になり、2019年3月には、現代重工業と、大有造船海洋との提携で合意、ソウルに新たな持ち株会社を置くことを決定。ウルサン経済の地盤沈下につながりかねないことから、抗議行動が続々と起き、市長が提発して抗議する姿も見られた。 捕鯨基地としても有名であり、大韓民国で消費される芸肉のほとんどが、ウルサンで水揚げされたものである。クジラの多くは、小型のミンククジラであり、本格されたものが流通するというのが前提であるが、しばしば違法な漁法が適発されている。大学専門大学系リーグのウルサン現代 FC、韓国バスケットボールリーグのウルサンモービスは、どちらも現代自動車産家である。 2014年、ウルサン,モンジュ野球場が完成し、プロ野球、ロッテジャイアンツが時々主催試合を開催する。日本統治時代には、旧、ウルサン飛行場より、内地からの直行航空便や、満州国との定期便があった。大韓民国成立後、1970年に、現、ウルサン空港が設けられ、金浦国際空港との航空便が1時間に1本ほどの、 割合で運行されており、チェジュ国際空港との路線も1日1往復設けられている。2010年11月1日に、京府高速線の東手具駅付山駅間が開通し、KTXSRT は高速線上にあるウルサン駅に停車する。ウルサン駅は市街地より約 20km 内陸に位置しており、ソウル駅付山駅を結ぶ列車の約半数が停車する。 ソウルまで約2時間20分、水彩まで約2時間、富山まで21分。従来ウルサン駅を名乗っていた東海南部線の駅は、京府高速線ウルサン駅開業と同時に、大和公駅と解消した。また、2021年開通を目指して、東海線日光駅大和公駅間の伏線電鉄化が進行中である。ウルサン市の一般路線バス。 ウルサン市の座席路線バスバスターミナル市内、バスバス運送事業組合の参加事業者により、バス路線が設定、運行されている。一部路線は、富山広域市や両山市へも乗り入れているほか、富山広域市、両山市の市内バスにもウルサン市内への乗り入れ路線がある。運賃支払いに交通カード、マイビーカードを導入している。高速道路は、京府高速道路が、 市の西部を南北に貫通し、ウルサン高速道路が、京府高速道路飛行費、ジャンクションと連結している。2008年12月に、富山ウルサン高速道路が開通。大和港大和港国家庭園、十里地区の畑、ウルサン大公園大王岩公園ガチ山新物、山すすき、平沿尺掛川パレソの滝大雲山の谷牛虎。 全岬主伝小石海べひ山海水浴場沈め、河海水浴場内州大谷里番紀大岩国、画家は前里国籍調整落クジラ博物館クジラの、海旅行船ウルサン博物館主伝、呂市氷り大ウルサン山都城西西浦和城、彦陽遊城国南寺、鈍屋温泉石油化学工団ウルサン造船所、萩市との姉妹都市提携は、日韓国交正常化後で初となるものである。 ありがとうございます。